日本代表でスタメンの座をつかみつつあるセレッソ大阪、毎熊晟矢選手。今シーズン、攻守においてさらなる進化が見られます。毎熊選手といえば、サイドバックながら内側にポジショニングを取るスタイルが特徴的ですが、今シーズンのセレッソ大阪では、逆サイドの上里選手がアンカーの脇にポジショニングを取る形が多くなっており、毎熊選手が外に張ってクロスを上げるというシーンも増えています。中に入るプレーも健在で、ボールタッチ数はチーム最多となっており、毎熊選手が昨シーズンより広いエリアに顔を出して試合に大きな影響を及ぼしていることが分かります。また守備力が向上していることも明らかです。代表チームで球際のレベルを体感したからなのか、守備強度が何段階も上がったように思います。数字としても、1試合あたりのインターセプト数2回、タックル成功 2.3 回、デュエル勝率 65% と、まだ3試合とはいえ、昨シーズンを大きく上回る素晴らしい数字です。本日発表された日本代表にも選出されており、北朝鮮相手のタフな試合に挑むことになりますね。全員が怪我なく帰ってこられることを祈っています。毎熊選手は今年27歳と若くはありませんが、海外のクラブが獲得に動いている可能性は高そうですし、夏前には噂がたくさん出るかもしれませんね。また磐田のルーキー上村選手、鹿島のルーキー能野選手などが毎熊選手のプレー映像を見て勉強しているとのことです。現代的右サイドバックの教科書として他の選手にも影響を与えているわけです。世界に名が知られるのはいつになるでしょうか。今後の活躍を楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。